じゃあこんにちは、はい、豊さん、はい、まあ、この YouTube の動画でも今年の巨人はキャッチャー3人体制で行くのかみたいな、動画撮りました。でその中で豊さんは、まあ、もちろん大城選手が軸となってっていうふうなずっとねそれをおっしゃってるんですけれども、はい、ただ今その大城選手が SNS で誹謗中傷が止まらないということで、なんと巨人のファンの方から大城選手を使ってほしくないというコメントが、うん、なんで？あのなんでよ。だって去年だって大城ほとんど大城じゃない。それでその時誹謗中傷あった？少なかったんです。今年は多いんです。なんで？今年はおそらくその小林選手を阿部監督が非常によく使ってると。うん、で小林選手が被るとチームがやっぱりちょっと勝つというか。でこう投手に対しても前向きなコメントだったりとか、こうちょっとマウンドに行って大丈夫大丈夫って言ったりとか、そういうあの姿がクローズアップされるとどうしてもそれと対するかのように大城選手が誹謗中傷がその分上がっていってしまってるという状況になっちゃってるんです。かわいそうに。いやそうなんです。ちょっとあのね、確かに小林って優秀だよ、うん、キャッチャーとして、うん、はい、もうあのフレーミングもそうだし、その間の使い方とか、あのピッチャーに対しての気遣いだとか、それは確かに認める。だけど相手からして誰を使ったら一番怖いと思う？そのバッターに立った時はやっぱ大城選手だよな、はい、リードとか相手としたらあんま関係ないから、うん、そっか、バッターとしてそれは勝手に投げてきなさいよって、うん、それあなたリードいいんでしょって、うん、でもそれは打たなきゃしょうがないからって、こっちは、うん、だけど相手としたら打たれることが怖いから。大城は20本打つよ、あれホームラン、うん、うんうん、黙って使っとけや、はい、で2割7、8分は打つよ。で打点だって70から80いくよ。どっちが怖いんだよ。なんで誹謗中傷されなきゃいけないんだよ。ただ小林選手が被ってる時、あ、試合勝った、やっぱり小林選手のリードがいいんだよねとか、ケアの仕方がいいってなっちゃう。じゃあ戸郷とか菅野と組ませろよ、大城も。ああ、まあ去年そうでしたよ、ね、だから俺小林は本当に優秀だと思うし、うん、いてくれなきゃ困る選手だと思う。だけど俺は大城を主体でやった方がいいと思う、うん、これはなぜかというと点が取れない、点が取れないんじゃ、うん、ピッチャーも崩壊するし、選手の気持ちがなえる。それだったら打てる人を先に優先的に使った方が俺はいいと思う。でも阿部監督は守りを主体にしたいって言うんだったら話は別だけども、はい、でも点が取れない、点が取れない、それは大城使わないからだよねって、こっち周りは全部思ってるよ。あ、まあそりゃそうよ。あのなんていうの、やってるあのなんだ他球団も、はい、それは大城が出ないと点にも少しはならないでしょ、思ってるよ。じゃそのファンが逆のことを思っちゃってるファンも多いっていうことなんですね。確かに勝ちゲームは数字としては残ってるかもわからないよ、はい、数字として残ってるかもわからないけども、やっぱ大城の力っていうのはやっぱ守るキャッチャーなのか打つキャッチャーなのかって言ったら打つキャッチャーだから。うん、でもそれを阿部監督嫌いなわけでしょ。あ、守りを重視してる、守りを重視してる、うん、これはだからもう監督が選ぶことだから、うんうんうん、ただ今の使われ方で大城代打って大事なところ出されても気分的には打てないって、いけないってことですよね。そりゃそうだよ、誹謗中傷あってさ、はい、ね、ま、俺なんだ去年まで何だったんだって思ってる人間が打席に立ってよーしなんて思えるか。なかなかそうなれない。そんな都合よくいかないよ。しかもその後マスクかぶった後にあの、ね、西舘投手が打たれてしまって、さらにまたファンがヒートアップしちゃって、だから大城だけのせいなのかって、うんうん、でも大城の気質とすると、はい、いや俺のせいだってごめん西舘って、次頑張ろうなって言えるぐらいのやっぱ性格の良さ持ってるよ彼は、うん、だからあんまり誹謗中傷とか気にすることもないし、はい、ね、気にしてもしょうがないし、うん、このあのチャンネルでもさエラーあるよ誹謗中傷がほっとけアホみたいな思うけど、うん、いやだけどやっぱ大城をうまく使っていかないと。岸田も本当に成長したし、うん、よくやってる、うんね、これもやっぱ先発マスクかぶると、ね、打つことも打つし、はい、あのリードもあのまあまあいいと思うよ、うん、で小林なんかもなんかキャッチャーとしての座りは最高だし、はい、ね、あやっぱ小林やっぱいいキャッチャーだなって思わせてくれるよ、はい、でも大城の良さって打席に入った時にそれだったら、うん、あれ盗塁の阻止率だっていいからね、うん、そうですよ ね、 ね、うん、バッティング大城よく打ってくれたって、うん、あとは小林に任せてみたいな、それだっていいじゃん、はい、だ何もさ周りが腐すこともないと思うよ俺は。
まあ、そうですよね。特にあの自チームのファンの方での間で結構そのバトルが、大城選手使ってほしくない、いやいや大城選手でしょ、点取れないんだからっていう、そのあの同じチームのファン同士で結構言い合いもすごいっていう今。いやだからそれはうまく使われてないっていうことだよね。これ阿部監督は、うん、まあ、やっぱり見るとどうしてもこの3人の捕手をバランスよく使いたいのかなっていうイメージですけど、大城選手がこれからやっぱり大城選手を使いたいなっていうふうに阿部監督が思うには、例えばどんなことを。3割30本見てみ。確かに使いますね。絶対使うって使う。だからね、みんなね、歴代のキャッチャーが言ってるのは、うん、あれだけ名捕手の古田も首位打者取ってからリードのことは一切言われなくなったって、はい、やっぱ打つことが大事なんだよ、キャッチャー。そうか。谷繁でも勝負強かった、うん、ね、だん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 そのバッティングの評価が上がってきた、うん、そしたらリードもなんか素晴らしいみたいな、うん、なっちゃうんだから。そうですね、打って結果を出せば昨年までの評価どうなったみたいな。確かにな。だから打ったら何の文句も言われなくなるらしいよ、キャッチャーは。そうなのか、うん、だから今年阿部監督だってそうだよ。最初の頃もうクソみそ言われてたんだから、先輩ピッチャーから。そうらしいですね。いや本当だよ、うん、だけどあれだけ打つようになって、はい、いなきゃいけない存在になっちゃったら、うん、何も言えなくなるんだよ、うん、だから大城が生き抜いていくためには、ね、もう気持ちを奮い立たせてどんな場面でも打たなきゃダメなんだもう打つことですね。打つことだよ、うん、だからもうキャッチャーとしての評価っていうのは、うん、まあそんなに変わらないよ。だけど打ったら何にも言わなくなるから。まあそうなんですよ、ね、もう黙っとけっていうぐらい、うん、打たないと。打てば。そうですね。だから今年の始まりがやっぱりあのスリーバントから始まっちゃってるのかなっていう感じの大城選手。まあ俺はね、決して悪くはないと思うよ大城、うん、あとはやっぱ人の子だからさ、はい、やっぱいかにこうやりやすい環境を作ってあげるとか、うん、打席に立ってもクリアーな気持ちで生かしてやるとか、うん、クソみそ言われてたよ、うん、で使われなくて、うん、誰だお城みたいな、打てるかみたいなでマスクかぶったら打た。俺考えただけでも打てないと思う。あ、そうか。いやそりゃそうだろお前お前ベンチでいるお城の顔、抜かれた時の顔見てみろ、うん、寂しそうな顔してるから。去年まで俺は何だったんだろうと思うもん。確かにそうですよね。それと対照的に小林選手が生き生きしてると、うん、まだなんかちょっと切ないというか。だから小林は言っちゃ悪いけど、うん、大城の控えでも、うん、仮にね、はい、控えだとしても彼は腐らないよもう、うんうん、それだけの気持ちはもう作り上げてきてるし、はい、ね、だからといって努力を怠らないよ。だからどんな場面でも株出したらいつもの小林がいるよ。でも大城はああいう使われ方するとどうしようみたいな。そうなんです。ここで外のまっすぐかなみたいな迷い上げてるよ確かにそうですね。もうそのうちハゲるよいや本当確かにメンタル的にね。あ、もうヘルメット脱いだらあれ毛がなくなったみたいななっちゃいますよね。いや本当だよ。いやそのぐらいにね、やっぱもうなんていうの、死活問題になってるから。そうですよね。だから俺大城は俺いいキャッチャーだと思うけどな。だから俺は素人の、ね、キャッチャーやったことないから、うん、まあ、素人の目なのかもわからないけども、大城を俺はうまく使って、うん、まあ、小林岸田っていうのをうまく配置しておけば、うん、みんなが気分よくなれるというかさ、外すことによって大城がなんか悪人みたいになっちゃってるからさ。今生成るんですね。さらに3年契約だったじゃないですか去年。だからこのままだと大城選手どっかに行っちゃうんじゃないかとか、例えば中日に行っちゃうんじゃないかとか、そういう説まで今 SNS で出ていて、FA で。まあ可能性はあるよな、うん、だって面白くなんともないもん、まあ、だって俺が大城だったらもう、ね、面白くもなんともない。確かにそうですね。そう思わないそうですね。この使われ方は何なんだろう、うん、去年との比較がすごいもう天国と地獄だからな。だからまあこれはやっぱり阿部監督がね、やっぱそういう野球をやりたいという本人の意向があるから、これしょうがないよね。だからそれに沿っていかなきゃいけない。だから大城もこれからの努力をねしていかなきゃいけないけども、だからどこまで認めてくれるかどうかっていうことにかかってんのかなって思う。そうですね、だから言ったよね、阿部監督がリードしてる姿、キャッチャーをやってる姿を生き写しでいいから、はい、もうその真似をしろと。だって理想はやっぱりみんなそうだけどさ、理想は自分だから。確かに。いや、はためから見た場合には
はいね、そしたらやっぱそれを真似すべきだよ。完コピすれば阿部監督ももちろん、じゃあ大城選手今日もスタメンで行こうよっていうふうになってきますよ ね、まあ、そうだね。それかもう小林がいいんだったら小林の真似をするか、あどういうことをしてるんだろうっていう、配球にしてもピッチャーへのケアにしてもとか。でもね、小林の真似は難しい。あの人は独特だわ、うん、え独特、小林は。えどういうところ、もうね、どんなピンチでも全く変わらない、悲壮感がない。ない、それは分かります。分かるだろ。分かります。あれはね、なかなか出せないよ、度胸が座ってないと。あそうなんですか。あの持ってる独特感、うんうん、彼の世界観、いいものあるな。ありますよね、それはあります、ピンチでも。だからね、いろいろ歴代のこう名捕手って言われてる人たちを見てきても、うん、怒りをあらわにする人もいれば、はい、いやどうしよう迷ってる姿も あるんだよ。小林はない。全くないですね。ない、もう本当平常心というかさ、それは気持ちの中ではあると思うよ、うん、人だからね、うん、いやだけどあの世界観っていうのは独特だわ。だから真似できないと思う。ですよね、だから、うん、あの今シーズンは本当菅野投手ずっとあの、ね、バッテリー組んでますけど、菅野投手って結構自分のピッチング顔出るじゃないですか。あ良くなかったなとか、でピンチの後打ち取った後にうんしまったって顔してもすぐにマスク取って小林選手がグッととか、もう笑顔で楽しないで最高だよっていうのを見せるんですよ。そんなにしてるか。結構してる。小林選手のまた笑顔出てきたって。いやまあまあだけど逆に菅野がリードしろ、うん、してもらってるっていう感覚だもんね。そう、そうなんですよ。そういう雰囲気があるもんね、はい、うん、独特というか。いやだけどさ、それはね選手も悪いよ、まあ、お城だってグッとやったらニコッとしろよ、ね、まあしないと思うけどね、お城はね。まあ性格的なものもあるでしょうしね。性格的なもの、でも俺はなんか、うん、お城のあののぼっとしてるというかさ、うん、表現が合ってるのかどうか分かんないけど、あのゆったり感が、うん、俺好きなんだよね、うん、自分の時間の軸ってありますよね、うん、いいのみたいなそんな感じが好きなんだよ。だから勝てば官軍で、うんね、打てば官軍で何も言われなくなるから、はい、だから大城はもうとにかく気分を変えて、はい、とにかく打つことだよ、うん、君は打つキャッチャーだから。そうですね、うん、あの打つことを求められてるキャッチャーですもんね。そうそうそう、うん、だからまあその今さらね、まあ、今からでも変われるとは思うけども、うん、打つことに執着した方がいいかなとは思うんだよね、まあ、それで使われなかったらもう FA で出るなりなんだなんだすればいいと思うし、うん、そうですよね。そう打てるところをねあの求められてるっていう、まあ、中日なんかね、うん、絶対打てるキャッチャー欲しいよね。リードなんか知るかい。そうもうピッチャーいいから、うん、ピッチャーいいからお前かもう壁みたいなんでいいからこう受けとけって、その代わり後ろにやんないよみたいな。そう、その代わり打席に入ったら打ってくれみたいな、うん、欲しいでしょうね。いやいやだからやっぱり求められてることはねチームによっても違うしね、はい、まあ、なかなかね、まあ、大城苦しい立場かもわからないけども、うん、ジャイアンツ側からするとやっぱ3人をうまく使って、うん、やった方が得策だな。そうです、まあ、今のままで代打で出ても、うん、やっぱ気分的には乗らないって、うん、プラスチームにもいい方向にはいかなさそうですよ ね。SNS 好きそうだもんな、面白い。好きかどうか分からない。絶対面白い先生 SNS は 見ちゃダメですよ。見ない方がいい。あ、そう、そんなひどい、うん、あというより、うん、やっぱり SNS は見ないに越したことはない。自分の名前が入ってるものは絶対に、まあ、そうそうだね。そう、そこに探しに行くこともないし、でもそこにわざわざ DM まで送って誹謗中傷する方もいらっしゃるので、ね、それはちょっと、うん、自分のその時間があるならもっと自分の時間に使った方がいいのかな。その方それは大きなお世話だよ、ね、それが趣味みたいなもの、ね、趣味か。だからチーム内でもちょっと行き過ぎた SNS の誹謗中傷、まあ、巨人のチーム内からも大城選手に関しての誹謗中傷はちょっと行き過ぎてるっていう声も上がっているそうなので、ちょっとここはねやっぱりチームのファンは背中を押してなんぼ、時にも厳しい声ってもありますけど、いや絶対ねジャイアンツには必要な選手だから、はい、ね、うん、そこの誇りはなくさないようにね、うん、してほしいです、ね、頑張ってほしいと思います。はい、